はい、こんばんは。やってまいりました。最近いろいろあるじゃないですか。いろいろあります。事実柄あるね。もう本当嫌になっちゃいますよね。嫌になっちゃう、うん、というわけで今日は、はい、いい女が飲んでそうなボトル5選、はい、をやっていきたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、行こうとすんだよ。いい女が飲んでそうなボトル5選。これなんとか5選って伸びるじゃないですか。そういうことなのかな。わかりました、はい、じゃあ本日も行ってみよう。はいはい、はい、完全に独断と偏見で。そう、僕らはね、頭がおかしいですから鵜呑みにしないといけない。そうですね、はい、あの YouTuber が言ってたよなんて、そんなもん。でも分かんないよね、もしかしたら本当にそれを飲んでる女はいい女かもしれないから。そうだね、ちょっと片隅にね、片隅に入れていただければこの5000をってことですよ。面白おかしく聞いててください。はい、じゃあまず1本目ですかね。ま、待って、いい女ってのはどう、定義。そうですね、いろんなのがあるね。そのいろんなのにこう照らし合わせたっていうことになるからかな。じゃあ一パターンではないもんね。そうだね。いい女っていうのは、いい女が、うん、ね、いろんなタイプがいますよ。そうですね、はい、いろんなタイプがいる、ね、ちょっとこう男に厳しくできるとかね、うん、逆に優しいとか、はい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 、母のようにとか、はいはいはい、なんかいろんなのがありますから。確かにそうですよね。尽くすとか、うん、逆にこう跳ねのけるとか、はい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 、なるほどね。ありますからね、これそういうことですね。そういう女性が飲んでそうなっていうことですね。そうですね、はい、じゃあまず1本目ですか。1本目ですね。僕いいですか。どうぞ。僕1本目に選びたいのは、はい、グレン・リベット12年。いい分かってますね。分かってらっしゃる。誰しもが納得するんじゃないですかね。そうですね、うん、バランス力。そうですね、はい、ですよね。もうどこにでも八方美人って感じですか、はいはい、イメージ的には。そうね、草原ですよね。草原のような女ですよ。草原草原、まあ、草原、うん、そうです、そうです。なるほどね。すっきりしている穏やかな日差し、はい、全てをこう優しさでっていうような僕は感じがしますよ。なるほどね、うん、その荒々しい山とかあるわけではなく、はいはい、荒々しい天気でもない。うん、なんか誰しもが隣にいたら落ち着くような、はい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 、そんな女性な気がしますね。リベット飲んでる方ってどうですか。僕リベットのイメージは、はい、オールラウンダーな気がするんですよ。オールラウンダーはい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 、どんな男性の横にいても、はい、なるほどねってなれる感じの女の子のイメージ。なるほどなるほどねわかるかな。これね、うん、わかりますよ。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 わかります。僕の草原のイメージと一緒ですよ。あ、そっかそっか。近いですよ。うん、誰しもがこう立ち入っていけるようなね、そんな感じですから。うんうん、で、こう隣にいて、例えば誰か紹介するとか、うん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 、友達同士飲みに行くってなった時も、うん、じゃあちょっとごめん、ちょっと離れるわってなっても安心できる子だよね。まあ確かにそうだね、うんうん、なんかそう後を引いてこないもん、ね、なんかこう和やかに。そうだね、すごくこうなんかむつまじくこうしてくれるような、うん、いい子だねって言われる子ですよ ね。意外と意外とそういう子ってはい、はい、辛いとも思わないんだよね。思わないんでしょうね、うん、そうなんですよ。それで当たり前っていう成立してる感じなんでしょうね。そうそうですね、赤信号は守るもんね。守る、うん、自然に守りますよ。どういうこと？赤信号守るだろ誰だ。赤信号守りますよ。田舎のどんな道でも赤信号は守っちゃう。夜中の3時誰もいないみたいな。あとバス通勤です。バス通勤。駅までバス通勤ですよ。車とか乗らない。なるほどね。ちょっと駅から離れたところに、家賃もちょっと安い、落ち着くし。そう。でバスで通勤。バスで通勤。通勤する。なるほどなるほど。でも朝早く行くから混んでない。なるほど。うん、で本読んでる。
小説、ちっちゃい小説、ちっちゃな小説を忍ばせてます。バッグの中に。で、バッグはブランドものじゃない。はい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 。うん。うん、パッと見綺麗に見えるんだけど、そんなに根の張るようなものじゃなくて。そうなんです。そうなんです。実用性もしっかりあって、耐久性もしっかりあって、ブランドものじゃなくて。そうそう。で、凝った料理は作んないですよ。でも家庭的な料理を作ります。はい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 。そうなんですね。いい。次ですかね。次ですか。イベットさんの次ですね。はい、なんかあります？そうですね、僕がまあちょっと今のことは別ですよ、うんうん、楽しげになれるんじゃないかなって。こう楽しげ、ああちょっとウェイ系ってこと？ウェイ系というか、この子がまあちょっとこう弱い男性に向けてのいい女というか、はい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 、結構しっかりした女性ってこと？しっかりした、引っ張っててくれるんじゃないかなっていう女性ですね。なるほどなるほど。ブッカースです。こちらですね。ブッカースです。いい感じね。そうなんですよ。ちょっとね、ヤンキー上がりです。セブンスター捨てるでしょ。セブンスター捨てる。セブンスター捨てるよね。そうなんですよ。ね、結構ね。うん、でも、うん、芯があるんですよ。そう、確かにそうですね。そうなんですよ。ちょっと曲がったこと嫌いなんですよ。女の子の中でもちょっとリーダーシップを発揮できるようなタイプで、はい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 、でも面倒見がいいみたいな。はい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 。そういう感じがありますね。これ。でもね、なんかちょっと仲良くなるんですよね。あ、意外とね。そうなんです。あー、おー、なるほど。仲良くなれるんです。仲良くなっちゃうね。なっちゃう。面倒見いいですから。そうね。そういういいところも分かるみたいな。はいはいはい、はい、2人いいね。いいですね。いいよこの2人。いいいい、うん、で、こうなんかこうお互いがお互いを利用したりすることは一切ないよね、この2人にはね。そうなんですよ。一緒に買い物とかもね、行ってる。全然見た目とかカテゴリー感じ違うのに、一人で遊び行ってたのみたいな。だからよくよく考えると、ああなるほどねって納得できるような相手ですよ。ちょっとね、深い部分では近い。うん、だから家庭料理とかやっぱそういうのって、意外とそうです。家庭的に、家庭的で掃除とかしっかりしますし、結構表では大雑把でワイルドな感じなんだけど、うん、そうそう、結構家ではそうです、そうです。女の子みたいな、女の子だったりするし、はい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 、ちょっとね、そう、若干弱い部分も実はあったりするんですよ。ちょっと傷ついて涙をするみたいなところもあったりする。そういう繊細さも持ち合わせる、はい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 、けどいつもはまた行くよみたいな。うーん、そんなね。そうですね、いい女だね。うん、うん、いい。結構アウトドア趣味だね。そうなんですよ。だからパンツスタイルですね、基本的に。バーベキューとか好きそう。好きだね。好きなんです。キャンプとかバーベキューとか、あー、まあそういうのも好きですよね。うん、そうですね。綺麗好きな男とかいるわけじゃないですか。うんうんうん。例えばちょっと落ちちゃったものみたいな、あ、大丈夫大丈夫みたいな、はい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 、なるほどね、洗ってくればいいんだみたいな。そうそうそうだね。そういうところに惹かれてしまう男性もいるんじゃないかなと。そう、まあね、うん、っていう感じです、ね、そういう言い方悪いけど、ガサツな女性。そうです、そうです、って感じですかね。そうそうそう、若干ね、うん、若干ね、うん、そうなんです。でもちゃんとしっかり、そう、細かいところはフォローしてくれるし、そう、分かってくれてるしみたいな。そう、でもドレスとか着せたら綺麗なんですよ。ああ、いい、いいです、いいね、いいです、いいですね、はい、ありがとうございます。3本目、はい、拍手ですね。拍手、はいはい、拍手、うん、これいい女っすよ。あ、そうですか、うん、あっさりしてる。あ、なるほどね。あ、なるほど、はい、味わいにも出てくるんですかね、うん、さっぱりしてそうな女の子。ああ、なんかそんなイメージがあって、はい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 。でもね、声かけにくいんですよ。あ、わかりますね。ちょっと分かってきたぞ。一見でしょ。一見、そう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 、一見そう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 、うん、他の追随っていうかね、周りから声をかけられることを嫌ってそうな感じの綺麗なお姉さん、色が白い、はあ、うん、色白いんですね。色白いですね、イメージは。色白い、色白いね。うん、そんなんだけど結構、はい、職場とかではあんま目立たないタイプ。
かな。ああ、おお、はいはいはい、分かりました分かりました、分かってきましたよ。そう、なんかもの静かで、はいはいはい、職場とかではめちゃめちゃ静かで、おとなしい感じなんですけど、はい、なんかこう一人で飲んでる時とか、うん、まさにそのリベットみたいな女の子と、うん、に誘われて、うん、ブッカーズさんとは多分相性が悪いんですよ。ちょっと合わないですね。合わないですね。確かに確かに確かに。リベットさんみたいなその中立みたいなところが、うん、こう誘って飲みに連れてってくれたりするんだけど、うん、あんまりこう心を開かずみたいな感じで、静かな感じの、なるほどね。女の子のイメージが、うわあ、あのねこの子、うん、いい子なんだけど、うんうん、ちょっと不幸だよね。あ、そうだね、そうだね、ちょっとね不幸ね、うん、すごくいい子なのにね、うんうん、ちょっとダメンズに引っかかってしまうというか、そう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 、あの好きになられると好きになっちゃったよ。ああ、わかる、そうなるよ。そうだね、うん、ちょっと儚い感じが、そうですね、いい感じのね、こうですよね。そうですね。でも、はい、なんだかんだ、はい、ご飯料理したりとか、はいはいはい、炊事とか家事とか全般は、はい、もうダントツでピカイチなんですよ。なるほど、あ、そうなんだ。なるほどね、そんなイメージがあります、ね、もうお弁当です、毎日お弁当。片親だろ。親父死んでます。次です。で次、はい、次ですね。4本目、私のちょっと、ね、うん、まあで、まあそうですね、続いちゃうんですけど、ジャパニーズ、はい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 、タケツルです。ああ、タケツルか、はい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 、どう、タケツルを飲んでる女性ですよ。これ着物でしょ。着物が似合うね。着物ないよ。確かにね。そうなんです、私タケツルでロックでとか、もうね、うん、ここまで来ると、うん、貴族ですね。貴族、貴族、貴族、おうおう、お嬢よ。なるほどね。で、もう本当のお嬢ね。はいはいはい、はい、なんか、ちょっとしたところじゃないです、うん、もう本、もうぶっちぎってます。はい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 、なるほどね。国学院です。なるほど。もしくは学習院の、もう学習院の、なんか あっちの方ね。あっちの方、あっちの方、うん、そっち。無調整です。そっちの近づきがたいですよ。無理ですよ、僕らはもう無理ですよ、はいはいはい、僕みたいなドビタ張ってるような男は無理ですよ。平民にはね、平民にはもう近づけない。もうそう、そう、入れないような水入ってますから。はいはいはい、はい、そうなんです。でも分け隔てないですよ。ああ、そうですね、分け隔てなく、みんな平等に愛してくださる、目線を合わせて。なるほど、主観で目線を合わせて。なるほどね、うん、ああ、そうですよ、体験できるだけで幸せな。そう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 。あ、コンビニとか行くんだ。たまに行きますよな。お茶をしに。コンビニにお茶。お茶。はあ、そうですかっていう。そういうタイプ。なるほどね。ちょっと無理ですね。一周回って無理ですね。そうです。そんな女性が飲んでる。なるほどね。バケツ。ご飯の食べ方とかもすんごい。食べちゃうよってやつ。もうちょっとずつ、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 頭動かない人の食べ方ですよね。そうです、あれすごいよね。で、手の振り方も後者です。こうです。こうです。ごきげんよう、ごきげんよう、そうです、挨拶はごきげんよう、ごきげんよう、そんなタイプです。素晴らしい、ありがとうございます。次、5本目ですか。はい、バラン17。はい、こちらですか。最後の1本ですね、はい、数に限りが5本しか紹介できないんで、残念だな。本当はね、もっともっとあるあるあるし、もう1本1本どんな女性が飲んでるか説明できる。できる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 。いや、まあ今日はいい女だ。そうですね、はい、アラン17、うん、初めてのブレンデッドになるのかな。ああ、そうですね、そうですね、そうですね、うんうんうん、これはね、ロックで飲んでるんですよ。ロックですか。そうなんです。なるほど、ストレートとかではないんですよ。まあまあそうでしょうね、うんうん、で、やっぱリベットさんと通ずるところはあるんですが、そうなんです、わかる、ががが、そこよ。俺なんかちょっと近いんじゃないかなと思ったよ。そうなんです。違うの、違うの、お願いします。意外と頑固なの。かわいい。かわいいよ、ほんとかわいい。意外と頑固なのよ。頑固なんだ、うん、ちょっと。そう、意地っ張りなの、意外と。うわー、はいはいはい。リベットさんはもう柔軟なのよ。素直、そう、素直で柔軟でピュアなのよ、はい、でバランさんは意地っ張りで頑固で、うん、ちょっとプライド高め。
わかりました、うん、今風というかちょっと前あれですけど、はい、言っていいですか、はい、ツンデレでしょツンデレツンデレツンデレそう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 まさにそうツンデレが飲んでるツンデレですねあ、うん、そんなイメージっすねなるほどな、うん、こうやっぱ芯は通ってるんですよはいなんか優柔不断とかそういうのは一切なくこう確固たるものをしっかり自分っていうものがバーンって通ってるがゆえの、うん、なんかこうなんか変な感じでプライドが高く見られちゃったりとかああはいはいはい、うん、あそういう、ね、そんな感じの女の子で、うん、結構いい大学出ていい会社勤めてるんですあそうなのでそれなりのその立場で仕事してるんですイメージですですあそうなのねですそうなのねああ分かる分かるそう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 もうちょっと上行っちゃったからそう、まあ、そうねその弱さを見せられないそう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 周りがそうさせてくれないみたいな、うん、32の女性ねそう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 か仕事を一生懸命頑張ってきて、はい、で30過ぎちゃって32になっちゃってでそんな美人でもないのよそうちょうどねそうちょうどちょうどのそのぐらいちょうどちょうどってなんだよちょうどってなんだよまああのちょっと近寄りがたくなっちゃうからなんですよ ね, ねじゃちょっと年下とかと恋しそうなねそうそうそうそ う, そう年下が心をほどくみたいなあそういう感じよね28の男が28の男くらいがベストなんですけど実際なんか周りちょろちょろしてんのはもう新卒くらい23とかああそういうのじゃないんだよなそこはそこだとちょっともう包めないのよ彼女をそうなんですよそれじゃダメなのよそうなんです彼女はもう本当はやっぱか弱いとこあるからそうなんですよそうなんです年上でもダメなのそうなんですよ、ね、年上の部下とかも出てきちゃってるから出てきちゃってるし年上だと頑張ってるのに何か言われたりとかするのがちょっと煩わしくなっちゃうよねそうね、うんちょうどいい感じのね32だから3個か4個ぐらい下そうなんですね2030、28くらいのそうそうそうがいいよねいやーそっかいやバッティングセンター行ってんな行ってる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 バッティングセンターにいそう週末はなんか思いっきり体を動かすような趣味持ってるあ持ってますね、うん、そうジム行ったりとかジム行ったりとか海にサーフィンとかああうわそうなるほどなるほどサーフィンとか、うん、それこそ本当に登山とかはい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 マラソンとか自転車とか、うん、結構、うん、そうね過酷なストイックなねストイックな方のカテゴリーの趣味を持ってる、ね、持ってる持ってる持ってる自分に使えるお金も結構潤沢にあるしそうなんだけどだけど経験にお金を使ってくれうーん物にはあんま使わないですねそうかもね、うん、口癖がちょっといいのよっていやーそうだないい子ですみんないい子ですみんないい子ですねそうですねはいはいというわけでね、はい、いい女でしたうんはいあのいい女5000いいよね、5000はいいね、うん、よかったですよそうです、ね、というわけでね、うん、まあね、男性の方もやってますからアイラトーねアイラトーの方でねあの僕ら分け下手くなくやってますやってますからね、はい、なんか変なことじゃないですかぜひね、うん、またコメント欄とかでね、はい、じゃあこれはなんだ、どうなんだこれもいくらでもいけるからねいくらでもいける全ボトルを紹介できるよできるね、うん、なんか10分動画とかいけるよね。いけなかないです。ずっと語ってる。うん。こっていきますから。そうですね。はい。なんか絵とか描けたらね。あ、絵とかか。絵とか。ああ、擬人化。僕らにそう、なんか擬人化みたいなさ。なんだ、あの、なんだっけ、あの、戦艦ものみたいな、なんだっけ、あれ。カンコレみたいな。カンコレみたいな。カンコレとか、あの、そうそうそう、ウマ娘的な。あ、そう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 。ウイ娘が。ウイ娘できるやん。絵が描ければね。絵が描ければな。誰かいないのかな。いないか。ね、いたらちょっとね DM かないともらえるウイ娘って何のあれにもなんねん別にむしろいろんなところから怒られるでしょうね商標登録とかその兼ね合いであいろいろあるお名前とか使えないわけですからねまあでも僕らのチャンネルで勝手にやってればいいんじゃないですかこういう子ですみたいな、まあ、そういうイメージですイメージですみたいなのは、まあそうね、いいんじゃないでしょうかねそうですねはい、はい、というわけではいありがとうございますありがとうございましたYouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、
チャンネル登録もよろしくお願いします。